ムネ、さっき33g書き戻しはしてない。書き戻しが、今週ちょっと少なくなってて、昨日、おとつい昨日くらいから少なくなってきて、昨日全然なんか泣かなかったりとか、お家帰ってきて昼間大きいハウスだったんですけど、うんちの位置が固まってて全然動いてない。で包丁してもちょこちょこってちょっと散歩しただけですぐハウスの中に自分で入っちゃったりして、そうちょっと元気な。でもねここに来たらちょっと声に張りが出てきたじゃんね。今ちょっと泣きましたね。はい、こんなごめん元気がね、こんな元気ある声で泣かなかったんですよね昨日。中田さん、この子インキュベーターじゃない ICU 入れの前でそのを見た？見てない。あ、見てないか。でも食べた。ぼれちゃったけど、なんかひまわりじゃない、あのカナリアシード食べてますね。朝は夜から見たら 2g 食べてたんですよ。今はそのには餌はどうだろう、40% ぐらいは入ってます。ちょっと食べたね。ちょっと今日の夜のうんちをそのまま持ってきました。夜は比較的びっちょりしたうんちが多いけど、喉入ってさ、はい、ペレットとシードと混ぜてます。あ、これペレット、ね、丸いちっちゃいやつがペレット。それこれペレット、はい。そうか、わかりました。で、こんな環境にしてるわけね。そんな環境、夜はちっちゃいハウスで。30度にしてください、また。30度、そう、なかなか29度までは行くんだけど、今さっき永田さんと話したけど、お湯は入れるの忘れてたもんで、あ、お湯入れてみようかなと思って。お湯入れちゃってください。はい、30度にしてください。そんで今からちょっと治療しますけど、はい、そしたらもう一回またインキュベーターの中に入れますから。そんで、お薬できるまでね、インキュベーターとかあったかい部屋で酸素療法しますね。はい、でそんでもさ、さえずったりしないんだったらさ、もう入院してください。はい、だからなんとか30から33度ぐらいになるように。わかりました。いいよ。そんな勝ちじゃないの。もし抗戦勝者用意して。で今だからこの中に、あん中でちょっと食べたのかな。食べたのかもしれん。抜いた後あるもんね、その一番脂肪分の多いやつ。60の1分でお願いします。1分。食べた。ちょっと食べた。ただその、入る前の状態が。でもいつもよりもっと入ってるからさ。先週はもうマックス7g食べてるし、3-4g とか。引き戻ししてたんですよ、ね、ここ2日ぐらいで僕が食べてる。そう、ここ今週入ってから2、3、ちょっと少なくなってきたなっていう。うんちの数は、うんちの数はここ、うんちは結構黒いちっちゃいのがポロポロある。あ、出てます、ね、で柔らかくな、合計で1日50ぐらい、これとこれを足せばいいわけ、ね、はい、50ぐらい。調子がいい時はもっと出てるよね。調子がいい時は70と60とか、ちょっとずつは減ってるかもしれない。じゃあちょっとね、もうちょい上げましょう。30から33ぐらいで、はい、で、お湯で、お湯入れると多分今暖かいからさ、すぐ温まると思うよ。お湯入れたら30いくと思いますね。じゃん。はい、じゃあもう一回ICU 入れて。